大勢の皆様にね、こうやって集まっていただきまして誠にありがとうございます。桜井誠ですね。本来であればね、まあ、これは8年前にも同じことをやっておりますけれども、こうやってタスキをつけてね、白い手袋をして皆さんにね、こうご挨拶をしなきゃいけないんですけれども、今日だけは違います。今日だけは一個の人間としてあなたたちに呼びかけます。皆さんね、今日ですね、実は石丸電機がですね、なんかこう来たらしいんですよ。凄まじい動員で、今でもものすごい数でしょ。まあ、ちょっとそちらから見えませんけれどもね、後ろの方にまでですね、たくさん人がいて、でこのデッキの上にもいる。これ以上に人がいたそうです。凄まじい数です。あんなのやらせだ。広島のね、広島の高々ね、高々3万人の市長ですよ。それが日本に来て、東京にやってきてですね、であれだけのですね、人間を動員かけられる。すごいですね、お金っていうのは。小池百合子は今池袋でですね、大変な目に遭ってるそうです。多分蓮舫陣営だと思いますけれどもね、蓮舫陣営がですね、やめろやめろの大コールで、で凱旋も途中でストップしてるそうでございまして、まあ、このようにですね、見苦しい戦いが続いておりますけれども、この桜井秋葉原でですね、皆さんに訴えることはただ一つです。日本人であることを取り戻しなさい。確かにね、確かにこれは東京都知事選です。ですからね、東京都知事選のことについて語るのは私は当たり前だと思う。ただね、先ほども言った通りです。この20年桜井頑張ってまいりました。しかしながら、まあ、大変残念ですけれども、そろそろですね、マイクを置く時期がやってまいりました。桃江ちゃんじゃありませんけれどもね、マイクを置かなきゃいけないんです。桜井がこうやって演説をした時に、少なくとも今聞いている皆さんからはですね、桜井がですね、普通にスムーズに話せてると見えなきゃいけない。演説家というのはそういうものなんです。しかしいろんなところで話を聞くと、今回の件も桜井が話をすると皆さんが苦しそうだ、きつそうだという、もうこれはダメなんです。ですから私もここでマイクを置くですね、決意をいたしました。たとえ明日のね、明日の選挙の結果はどうあれです。まあ本当にですね、20年の間大変皆さんにはお世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様です。感慨深いものがございます。20年前ですね、我々が運動を起こした時、瀬戸弘行さん、村田春樹さん、西村周平さん、そして桜井の4人で行動する保守運動というのが始まりました。この時にですね、水道橋に事務所があったんですけれども、その水道橋の事務所で4人で夜更けまで話し合いました。何を話し合ったか、20年前皆さん覚えてます？小泉純一郎が300議席を取った時です。300議席を取って、もうね、保守は安泰だ、いやもうね、パヨクなんてのはね、みんな死滅した、そう言って保守の連中が、保守を自称してる連中がみんなですね、みんなです、酒に、あるいはですね、講演会やって完璧とやるわけですね。それが保守だったんですよ。それが保守なんですね。こんな保守のありさまでは必ず保守は滅びると、必ず日本は衰退する、それが20年前に我々が下した結論でした。だからこそね、だからこそこのですね、20年この時に4人で約束したですね、君たちの礎になる、君たちの捨て石になる、時代の捨て石になるんだという決意を持って行動する保守運動を始めたんです。ありがとうございます。この20年の流れの中で大変多くの方と知り合いました。あるいは多くの人が去っていき、そしてまたそれ以上の人たちが入ってきた、そういった20年でした。時代の捨て石というのは
ステージというのはね、我々をさらに飛び越えて新しい時代へとステップしていく、そういった若者を期待することなんです。時代というのはおっさんやおばはん、あるいはじいさんばあさんが作るもんじゃない、若者が作るんです。若い人たちの情熱が歴史上見ればこれは明らかなんです。元寇の時に日本を守ったのは北条時宗です。北条時宗が執権職に就いたのはわずか18歳、18歳で執権職に就き、モンゴル軍と対峙したのが、それが北条時宗だったんです。戦国時代だって同じでしょうに、狭間桶でね、桶狭間で今川義元の首を打った織田信長、まだ20代ですよ。そして皆さんね、ご存知の明治の御一新、私は認めないけれども、明治の御一新の時に多くの若者が、いやそんなことはない、年寄りだってね、あの時はやったという人もいるけれども、吉田松陰って皆さんご存知でしょ。あのおっさんですね、腹かっさばかれた時、首打たれた時が29歳です。このようにして歴史というのは常に若者が作り続けてきたものなんです。だからこそね、若い皆さんに、まあ、自分が心から若いと思っている人もそうですけれども、若い皆さんに頭を上げて胸を張りなさい。そしてね、心に日の丸を抱くんです。君たちがこれから進む道はおそらくとてつもない苦難にね、直面すると思います。日本はですね、例えばアメリカはおそらくこのままいけばトランプが勝つでしょう。トランプが勝って喜ぶですね、アホな日本人もたくさんいるけれども、トランプが勝てばどうなると思います？日本に対して在日米軍の思いやり予算倍増しろと言ってきます。これ確実なんです。でさらに言えば、アメリカが輸入する全ての、例外なく全ての物品に税金をかけると言ってる。日本は苦境に立たされるんです。この時にトランプとですね渡り合えるか、あの増税大魔王の岸田ですよ、あの増税大魔王の岸田がどうやってトランプと渡り合うんですか、あるいは自民党がどうやってトランプ共和党と渡り合えるんですか。皆さん、渡り合えるのはこの桜井以外にいないんです。今から6年ほど前に国際ナショナリスト大会というのがアメリカテネシー州で行われました。この時に桜井、有色人種として唯一呼ばれております。ただ一人です。周り中全部白人だらけです。アメリカ、イギリス、フランス、デンマーク、あるいはねスイス、こういったところから、各所からですね、世界各国のナショナリストたちが来てる中で、有色人種は桜井ただ一人でした。これね、どういうことかと言ったらね、簡単なことなんです。そのおばさんどけてもらっていい？いや分かったから、おばちゃんちょっとどいて、うん、最後ぐらいはね、あんた話させなさい、うん、まあこのですね、ちょっとそのおばさんね、どけてもらっていい？まあこのようにですね、たくさんの人たちがおります。先ほども言った国際ナショナリスト大会でもですね、多くの人たちがおりました。しかしその中でね、有色人種たる桜井が白人に対してですね、葉っぱかけたんです。彼らはユダヤ人が大嫌いなんですね。私もこれは勘違いしておりました。欧米の白人種のナショナリスト、右派というのはユダヤ人とつるんでるもんだと、そのように刷り込まれておりました。しかし実際に話を聞けば、彼らはユダヤ人と戦うことを諦めてたんです。もうユダヤ人と戦っても無意味だ、だから我々は小さなテリトリーだけを作る、その小さなテリトリーで生きていくためにどうしたらいいかということを話してたんです。だから桜井が言ったのは、バカなこと言うなと、君たちは少なくとも今から80年前にね、日本を打ち負かしたね、そのね白人だろうよと、それがユダヤ人に負けてどうするかと、このように呼びかけました。そしたら拍手喝采だったんです。皆さんね、欧米白人のね、
欧米白人のナショナリストですよ。ここで言うところの本物の極右です。そのそんじょそこらのね、下手なね、極右と違うんです。日本の右翼と違うんです。彼らはですね、彼らは常にですけれども、彼らは常にですけれどもね、いつもいつも同じことをやっておりますけれども、こうやって、まあ、邪魔が時々入るんですけれども、ね、邪魔が入るんだけれども、いやね、おばちゃん、あんたいい加減にしなよ。あんた邪魔してると同じだからね。邪魔するな。バカだよバカ。自分のね、やってることをわからないようであれば、それは支持してるんじゃなくて、桜井をね、桜井の選挙妨害してるのと大して変わりません。まあ、このようにですね、いろんな人たちからですね、声をかけられております。それはありがたい。先ほども言った通り、これで桜井最後です。まあ、といってもですね、活動を終わらせるわけではないんですけれどもね。さて、先ほどのですね、ナショナリスト大会の話ですけれどもね、ナショナリスト大会で白人でさえね、桜井の一言に感動したんです。であれば君たちだってできるんです。桜井にできたことは必ず君たちにできるんです。今日ですね、いろんな弁士が上がったと思います。新潟からは菅原美由紀さんがここでですね、応援演説を行いました。さらに大阪からは本田さん、さらにはですね、宮崎からは、あるいは広島からはという形で、全国各地から多くの弁士が上がってまいりました。しかし我々のね、この弁士の中に有名な弁士なんて一人もおりません。他のですね、他の候補者は最後だからということもあるんですけれども、いろんなですね、豪華なゲストを呼んでおります。我々だけなんです。こうやって誰も知らない人たちが皆さんに訴えかける。しかしその言葉は皆さんの胸にね、響いたはずなんですよ。なぜか、彼らはね、上級国民です。ブランドに身を固めね、でブランド物のね、バッグを掲げ、私は保守です、私は庶民の味方です。それをですね、それを、まあ、こう言っちゃなんですけど、君たち一般庶民が拍手をして、彼こそ、彼女こそね、私たち庶民の味方だという、そして彼を一票入れる。こんなバカなことをいつまで繰り返す気だよ、君たち。そうだよ。こんなことをいつまでもいつまでも繰り返しちゃいけないんです。目を覚まそう。だからこそね、今日いろんな弁士が登壇し、君たちも名前も知らない弁士だったと思います。でもその言葉が君たちの心に突き刺さったんですよ。残念ながらですね、桜井、まあ、このですね、桜井陣営はですね、本当に苦しい中ですね、まあ、このですね、皆さんからは見えないと思いますけれども、今回のですね、件もそうです。いろんな調整が必要です。その調整をですね、堀切選対本部長が頑張ってやってくれました。ありがとうございます。しかしね、しかし人はいない、あるいはいてもまとめる人がいない、こんな内々尽くしの中で始まった運動です。先ほども言った通り、弁士だってね、弁士だって誰も有名な人がいない。これで選挙ってね、普通は戦えないんです。戦えないんですけれども、しかしながらね、ここまでやってこれたのは、まずはスタッフの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。これはですね、明日こうやって公の場で言うとですね、公選法違反に取られるんですね。アホみたいな、法律ですけれども、クソみたいな法律ですけれども、たとえクソの法律であっても、法律は法律ですから、守らなきゃいけないんです。ですので今日ね、この場を借りて言わせていただきます。スタッフの皆さん、本当にね、お疲れ様でした。先ほどですね、述べた通りです。若い皆さんがこれからの歴史を作っていく、
じゃあ年寄りはどうしたらいいんだ。人生半分過ぎた40、50のおっさんおばさんたちはこの若い人たちの後支えにならなきゃいけないんです。60過ぎたじいさんばあさんは若い人たちに道を譲って、この若い人たちが明日というね、その道を突き進めるためのその道を切り開いていくべきなんですよ。桜井がね、今日で終わりというのもちょっと早いような気もするんですけれどもね、ただこうやって皆さんにお話ができるうちに決断しなきゃいけないんです。お話できなくなって、いやもうこれできません、じゃあもう今日でやめますと言ってもですね、ですから、まあ、これから次の住処に戻ってですね、若い人たちのですね、若い人たちの後進の指導に当たりたいと思っております。できればですね、この日本第一党を継いでいただける方がいればですね、本当にありがたい限りです。まあ、しかし現実は違いますよね。60過ぎたね、じいさんだのばあさんだのがですね、懸命に権力にしがみつき権力を欲する、こんなことをやり続けてるんです。そして40、50のおっさんおばさんたちは権力の座についたら、途端に今度は60、70のそのじいさんばあさんの尻をなめて権力のおこぼれに預かる。いつまでたっても若い20代30代が表に出てこれない、これが今の日本なんですよ。日本の閉塞感というのは少子化が原因じゃないんです。なぜかこの高齢社会、高齢者ばっかりを贔屓してる。先ほど言った通りね、高齢者が悪いと言ってるんじゃないんです。60、70になったらね、もうあとは若い人たちに任せないと、若い人たちが表に出てこれないんですよ。それが続いているから日本社会は若い世代が広がらない、若い世代がね、自分の国だと言って誇りを持てないんです。大変残念なことです。ですからそのですね、今の日本の閉塞した社会に風穴を一つ開けられればと、風穴を一つ開けるために桜井選挙に立ちました。まあ、しかしですね、何度も申し上げます、これが最後です。というか本来であればね、2年前にですね最後を迎えておりました。本当だったらですね、もう桜井ですね、残念ながらですね2年前に脳梗塞を起こしてですね、とてもじゃないけど選挙戦えるような状況ではございませんでした。まあ、それから2年経ってなんとかですね、皆さんに呼びかけができるようになりまして、そしてこういう形になっております。まあ、ある意味満身創痍といえばその通りではあるんですけれども、このですね中において皆さんに訴えかけたいのはたった一つです。桜井がいろんな政策を、まあ、公約はね一つですけれども、政策を打ち出しております。しかしその政策の根本はたった一つなんです。日本は日本人だけのものなんですよ。この通り、日本人だ、俺ら日本人だ。シナ人や朝鮮人、クルド人、ベトナム人、フィリピン人、タイ人、こういった外国人のものなんかじゃないんです。それがね、分かっていれば、それが分かっていればね、桜井が何をするか何をしようとしているのかというのは皆さんにも分かるはずなんです。ですから公約は一つだけにしました。今回の公約は外国人生活保護の即時廃止、これだけです。これは8年前に皆さんとお約束した公約です。この公約は都知事であればできるんです。必ずできるんです。あとは決断だけです。しかしその決断ができる人間いないですよね。小池百合子がやってくれますか。やるな
支那人の女がやってくれますか。広島の安芸高田市で4件訴訟を敗訴して、ね、逃げ出したと言われてもおかしくないようなおっさんがやれますか。75歳のじいさんがやれますか。やれるのは桜井ただ一人なんです。それは被害です。桜井がね、先ほども言った通りこの後ですね、次の住処に戻って、そして後進の指導に当たると言いました。この時に教えることはたった一つ、今日ここで言うのも一つです。気概を持てなんです。日本人としての気概を今の日本人は失ってます。芯が抜けてる。芯全て抜けてるんです。心が抜け、心の芯が抜け、精神神が抜け、信仰心が抜け、そしてふぬけの日本人になってしまってる。だからこそ気概を取り戻さなきゃいけないんです。その気概を取り戻すね、気概を取り戻す、その運動を今回ですね、選挙戦という形で皆さんにお見せしてきました。あらゆるところでです、あらゆるところで日本人としての気概を持って韓国大使館にも行きました。日本人としての気概を持って日テレ前にも行きました。本当にね、ありとあらゆるところでやってきました。あとは皆さん次第なんです。あなたたち若い人たちのための道筋をつける、それが桜井の願いです。今回の選挙結果はどうあれです、選挙はどうでもいいと言ってるわけじゃないんです。選挙の結果がどうあれ、若い皆さんの道筋をつけること、それが桜井の願いです。ありがとう。このようにですね、今ですね、時間を計ってもらって、時間を計るっていう人が目の前にいるっていうんですけど、誰もいないんで、ほんでちょっと今聞いたんですけれども、こんな感じでですね、タイマーさえいないんですよ。時計さえないのがこの桜井陣営です。いや、貧乏だからいいってわけじゃないんです。本当は桜井の、正直に言うとね、2億集まったとかいうね、候補者いたでしょ。私も2億欲しいんです。そのまんまですね、唐草模様のですね、この模様をつけてですね、そのまま持ち逃げしようかと思ってましてですね。いや本当にね、どうすんの。ありがとうございます。このようにですね、本当に人から教えてもらわないと時間さえわからないというですね、こんな感じになっております。このですね、桜井の20年の運動、今日ここで終わりますけれども、皆さんにとってどういう20年だったでしょうか。考えてみればですね、20年という月日、生まれたばかりの子供がもう成人なんです。これだけのね、長い月日、しかし振り返ってみれば一瞬でした。一瞬の20年でございました。その中で皆さんと知り合えたこと、それが桜井にとっては一番の宝です。ありがとう。今ね、生放送でご覧になってる皆さん、生放送でご覧になってる皆さんとも同じです。あなたたちと知り合えたことが私にとっては宝なんですよ。いくらね、金を積んでも、いくらね、2億あろうが3億あろうがね、金で人は雇えます。しかし今日ここに来た人の中で、私がね、金出したっていう人、手を挙げてくださいな。いるわけないですよね。私がもらいたいぐらいですからね。一人もいないんです。皆さんは心意気でここに来たはずです。桜井もまた心意気で今車上に上がっております。これが人と人との縁というものなんです。縁です。金でね、金で結ばれたものじゃないんです。ですから皆さんね、皆さん
あんなね、広島の片田舎からやってきたですね、おっさんに負けるのよ。負けるよ。小池百合子に負けるなや、蓮舫シナ人に負けるなや、私はね、君たちを信じております。おそらく明日ね、明日結果が出ます。まあ、その結果によってですね、都知事になった場合、あるいは落ちた場合、それぞれありますよね。それぞれに一応備えております。まあ、しかしながらですね、仮にここで皆さんとお別れになったとしても、皆さんの中から必ず桜井の意思を継いでくれる人たちが出てくる、私はそう信じています。日本人であること、日本人であることに誇りを持つこと、若い皆さんね、特にあなたたちに訴えかけてるんです。あなたたちが日本に誇りを持たなかったら、一体誰が誇りを持つんですか。確かに今の現状、とてもじゃないけど誇りを持てるような現状じゃございません。日本人が苦しんでる時に外国人にバカバカ税金を下ろしてる、こんな国に誇りなんか持てるかと。外国からバカにされまくって、少し前ですけれども、イラクで皆さん覚えてますよね。戦争があった時に、イラク戦争でフセインをね倒した時に、アメリカから何と言われました。日本はあの時3兆円のお金をアメリカにプレゼントしたんですよ。まあ、正確には連合軍ですけれども、実質アメリカ軍に対して3兆円プレゼントして、アメリカから言われたのは、日本は金だけ出して血を流さない、こんな国だと言われてる。バカにされてるんですよ。その時にね、その時の失政が小沢一郎でした。一言でいいからね、アメリカに言い返せと。でもやらなかったんですね。もし私が小沢一郎の立場だったら、アメリカに言い返します。実際にそれをアメリカでやってきました。先ほど言った通り、私実際にアメリカに行ってますのでね、アメリカの上院議員に同じセリフを言っております。日本で日本国憲法というですね、こんなふざけた憲法を日本に押し付け、手かせ足かせはめたのはアメリカじゃないか。そのアメリカが、日本が動かないというのはおかしい。ちなみに言っておきますけれども、桜井は憲法改正反対です。はい、憲法改正というのは憲法を、ね、認めるということです。今の憲法を認めてるから改正しようというわけでしょうに。だから桜井は憲法をね、自主憲法を創設することを皆さんに訴えております。勘違いしてるバカがですね、 SNS とかで桜井は改憲主義者だ、誰が改憲なんて言ったよと。そもそも自主憲法と言い出したのはあの自民党ですよ。あの自民党が一番最初に自主憲法と言ってたんです。ですから皆さんね、古い皆さんだったら覚えてるはずです。かつて自民党の中では自主憲法を制定委員会というのがあったでしょうに。はい、ということで、まあ、自民党の批判をやろうかと思ったら、もうあと1分でやめろという声がかかりました。そういうことでしてですね、まあ、皆さん20年間大変お世話になりました。誠にありがとうございました。これで最後です。みんなでね、みんなで心を一つにして